ソフトボール界のレジェンドである上野由岐子さん。彼女は一体どのような経歴で、日本のソフトボール界を支える逸材へと成長したのでしょうか。1982年7月22日に福岡県福岡市で生まれた彼女は、両親と弟の4人家族で育ちました。幼少期からとにかく体を動かすことが大好きだったそうです。そんな彼女は、福岡市内の小学校に入学しました。どこの小学校出身かは定かではありませんが、福岡市立花畑小学校、福岡市立東花畑小学校、福岡市立鶴田小学校の3校が最も可能性が高いと思われます。ソフトボールを始めたのは小学3年生の時で、地元のチームである花畑ブルージェイズに入団しました。ちなみにこのチームは男子のソフトボールチームだったため、女子は上野由岐子さんだけでした。ソフトボールを始めたきっかけはチームの監督が上野由岐子さんを男子だと勘違いしてスカウトしたことだったようですが、当時はソフトボールに対して強い思いはなかったそう。サッカーとソフトボールで悩んだ挙句、自宅から練習場が近いという理由でソフトボールを選んだのです。しかし才能と体格に恵まれていた彼女は、県大会で優勝を飾っています。その後中学生になった彼女は地元の福岡市内の柏原中学校に入学し、ソフトボール部に入部しました。すると彼女の才能はどんどんと開花され、中学1年生の時から絶対的エースで中学時代に全国制覇も経験しています。上野由岐子さんの活躍もあり、現在もこの中学校ではソフトボール部は人気を集めているそうです。中学時代の活躍から全国のソフトボール強豪校の高校から勧誘を受けた彼女ですが、地元の福岡県にある九州女子高校に入学しました。この高校は現在は福岡大学附属若葉高校に校名が変更されています。高校時代もソフトボール部に在籍していた上野由岐子さん。高校2年生の時にはソフトボールの世界ジュニア選手権でエースとして優勝に貢献しました。高校生で 107km という日本人最速の記録を出した彼女は、オリエンタル・エクスプレスの異名を取り、シドニーオリンピックの候補にも名前が挙がっていたほどです。しかし体育の授業で行われていた高跳びの背面跳びで、マットのない地面に落ちて腰椎を骨折してしまったことをきっかけに、シドニーオリンピックの出場を断念することを余儀なくされてしまいました。医師からは野球どころか普通の生活もできなくなる可能性を告げられるほどの大怪我で、あと数センチ怪我の場所がずれていたら、半身不随になってしまっていたようです。しかし彼女は諦めることなくリハビリに励み、回復を遂げることができました。競技に復帰したのは高校3年生の時で、国体で優勝も果たしました。高校卒業後は、大学進学を視野に入れていたのですが、当時のソフトボール日本代表監督だった宇津木妙子さんに口説きかれる形で、日立高崎ソフトボール部、現在のビッグカメラ女子ソフトボール高崎に入団しました。実業団に入団してからも彼女は活躍し続け、史上初の2試合連続完全試合を達成し、2001年の新人王に選ばれたのです。またオリンピック代表チームにも選ばれ、22歳の時にはアテネオリンピックに高山樹里さんとダブルエースとして出場しました。そして、中国戦でオリンピック史上初となる完全試合を達成しています。アテネオリンピックでは惜しくも3位決定戦で敗れましたが、銅メダルを獲得したのです。その後も2008年の北京オリンピックで主軸としてチームに貢献し、モントリオールオリンピック女子ソフトボール金メダルを獲得しました。かつての日本プロ野球の大投手、稲尾和久さんになぞらえて、一部の新聞紙では、神様、仏様、上野様という見出しが出るほどでした。そしてこの年の新語・流行語大賞で、上野の413球が審査員特別賞を受賞したのです。その後はまさかの、オリンピック競技からソフトボールが外されるという事態に陥りました。しかし無事東京オリンピックで復活することが決定したのです。そして今月21日からソフトボールの予選リーグが行われました。上野由岐子さんは初戦の先発を務めたのです。北京大会で日本を金メダルに導いてから13年の月日が流れ、今月22日には39歳になる彼女。年齢的に上野由岐子さんにとってはおそらく最後になるであろうオリンピックです。ソフトボール人生をすべてこの大会にぶつけていきたいと意気込みをコメントしていました。この試合では、
本のツーランホームランなどでコールド勝ちをしました。先発した上野由岐子さんは立ち上がり苦しみましたが、修正力の高さを見せたのです。13年ぶりという完勝よりも、ワクワク感が大きすぎた。興奮しすぎないよう抑えたことで1回は丁寧に投げすぎてしまった、と、試合を振り返っていました。初戦の先発を上野由岐子さんに任せると決めたのは、21日の朝だそう。宇津木監督は就任してから5年間育て上げてきた、藤田大和さんに初戦を託すのか、エースに任せるのか悩んでいたようですが、悩んだ挙句、上野由岐子さんに先発を託したそうです。宇津木監督は、20年間以上、上野に投げてもらった。嫌投げていただいた、が正しいかもしれない。上野がいて優勝という夢が叶ってきたことを考えると、最初のスタートはやっぱり上野しかいないと思った、と先発を上野由岐子さんにした理由を明かしています。東京オリンピックでさらなる彼女の活躍を見れることを楽しみにしながら、13年越しの五輪連覇を期待したいです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。